はい、こんにちは、SF です。トヨタ自動車様からね、赤紙が届きましたんでね、何もしとらん、お前仕事しとらんなら機関庫来いっていうことです。で、俺はあの戦場には戻りたくねえんよ、トヨタっていう地獄には。俺はもう戻りたくねえ、あそこには。で、まあなんでね、トヨタ機関庫へもう戻りたくないかっていうのはね、過去動画で話してますんでね、そこは割愛しますけど、俺はもう戦場には戻らんぞね。こうやってね、ありがたいですけどね、郵便いつくれるだけでもね、働きに来いって。でも俺はトヨタには戻りませんそういうことで、ちょっとカメラのねバッテリーがなくなりそうなんで、できるだけ短く話しますけど、現在のね就活状況ですけども、ハローワークの求人全部全滅です。僕今現在地方ですね、地方都市ではないんですけど、いわゆる地方に住んでる田舎者でして、で自分の家から通える、求人、ハローワークの求人数が、20で、家から家の住所のところがね、20なんですけど、で行きたい会社とかやりたいね、業務内容なくて、で検索範囲を広げたとして、隣町が一番求人数が多くて27件で、そこも町の方の求人もなんかちょっといいね、求人がないと。で求人はね、今見てきてね、20万前後が多いんじゃない？もうそれが相場っていうか、もうそれを超えるような求人がないっていうかね、コメントにもいただきましたけども、20万円でどんだけ仕事をね押し付けるんやっていう、まさにその言葉通りで、俺の地域だとね、正直ね、20万キットって18万ぐらいかな、総支給。そんで税金とか引かれるじゃないですか。20万前後の給料で税金等がありますんでね。そうすると手取り14万数千円で、暮らしてかなあかんと。で、14万数千円のところから家賃数万円払ってね。んで、カツカツで生きるっていう生活をするんかって思うとね、ちょっと驚くっていうかね、ハローワークの求人、いろいろちょっと調べたんですよ。で、できるだけ家からね、通えそうな範囲もいろいろ調べて、10件とかね、自分の生活しとるエリアから、こう、できるだけこう、一周円のようにぐるっと検索かけたんですけど、で、求人なんかね、ないんですわ、地方は。で、なんかね、人手不足とか言われてますけども、多分ね、東京を中心とする関東の情報と、僕が住んでるような、地方との就活っていうか、求人状況は、大きく変わりますよ。全然ね、仕事あらへん。で、俺、ハローワークの求人、もう、行きたい求人一個もなくて全滅。でさ、よくよく考えてみたらさ、俺の住んどる地方の地域ってさ、車走らせればわかるけど、スーパーがあって、薬局があって、コンビニがあるぐらいで、
あの会社なんか存在してないのよ、企業様が。企業っていう会社が存在してないのよね。まあ、知らんだけで多少ね、あの個人事業で土方の人んたが おるかもしれないですけども、建設業界の人がね、あの自分の地域でなんか事業個人でやっとるって人はいるかもしれないですけども、あの田舎ってさ、あのそもそも会社ねえんだよね。あの会社なければ働く場所そもそもないやんっていうのをさ、あの当たり前のように気づくっていうか、まあそういう状況でね、あの半分積んだかなとは思ってますけども、ただね、まあ焦らず行きましょうっていうことで、まあ俺がね、就職労働市場に復活する前に、2024年日本労働市場がね、あの先に崩壊する、崩落するとね、俺は予想してますので、まあ俺が予想死んでも言われてますけどもね、2024年まあ中盤ぐらい後半ぐらいからもうね、明らかになんか世の中がね回らんくなるというタイミングでね、俺のね、労働力最大戦力をね、今は保管してますけども、2024年後半からね、俺の最大戦力を投入しようと思ってますので冗談ですけどね全然仕事できんから現在っていうか求人ないよっていうことでね、ハローワーク全部見ましたけども、求人なんかないよ、20万円前後しの求人しかないよ、その求人に我慢して飛び込んだ未来は手取り14万の人生になるよということでね、で残された選択肢はこれよ俺はトヨタの赤髪にはね、これしかないんだけど、いかんよと、もうあの自治国にはね、戻らないっていうこと、戻らんようにね、頑張りますんでね、まあ同じくね、まあどういう人が見てるか分かんないですけども、まあ皆さんも大変だと思いますけどね、まあ頑張ってね乗り切りましょうということで、あとね、まあ一応このチャンネル政治系チャンネルなんですけども、まあね、世の中がね、まあ今一番苦しい状況ですけども、たとえね、めっちゃいいね時代に なってこう景気回復したとしても、この就活っていうね、働く問題は個人の問題で降りかかってきますんでね、避けては通れないんでね、世の中が景気回復しようがね、不景気だろうがね、もうこの就活だけはね、個人のね、努力が必要なんでね、まあそういうことで、まあ以上です。 SF でした。